大串正樹は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、経済産業大臣政務官。兵庫県西宮市生まれ。報徳学園高等学校、東北大学工学部卒業。1991年、東北大学大学院工学研究科で、修士課程を修了し、石川島張間重工業に入社。1996年、 松下整形塾に入塾。2003年、北陸先端科学技術大学院大学で、博士課程を修了し、同年より、北陸先端科学技術大学院大学助教。2008年、西部分離大学サービス経営学部、看護学部准教授に着任し、2011年より、同大看護学部客員教授。2012年の、 第46回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、兵庫六区から出馬し、民主党前職の市村光一郎らを破り、初当選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、民主党から立候補した元参議院議員の辻、安博、次世代の当前職の杉田水脈らを、兵庫六区で破り、再選。二千十七年四月十八日、 重婚や不倫等の女性問題が報じられ辞任した中川敏直の公認の経済産業大臣政務官に任命され第3次安倍第3次改造内閣で留任。同年の第48回衆議院議員総選挙では日本維新の会に倉替えした市村孝一郎や立憲民主党新人の桜井、天寺らを破り兵庫ロッ区で参戦。選挙後に発足した第4次。 安倍内閣で経済産業大臣政務官に再任。ありがとうございます。